中原警察署で9月24日秋の全国交通安全運動キャンペーンの一環として交通安全体験が行われました。9月21日から30日は秋の全国交通安全運動期間でした。この日は初めに川崎中ロータリークラブからの災害用テントと横断幕の贈呈式が行われました。今回の交通安全体験は警察署を訪れた市民が誰でも参加でき、神奈川県警察の交通安全教育者ゆとり号内でシミュレーターの操作や能力診断を行います。警察官から具体的なアドバイスを受けながらゲーム感覚で運転する際の癖や弱点、自分の反射神経の状況を把握することができました。大変ね、難しくてね、やっぱり76歳じゃちょっとね、ちょっと難しすぎちゃうね、そうそう。やはり複数同時にいろんなあの、状況が重なるとなかなかその危険予測ですとかそれに対処するっていうのがなかなかうまく結果できませんで、ちょっと非常に受けてよかったな、これからの戒めとして安全運転やっていかなきゃいけないなっていうのをまた改めて思いました。中原管内はあの道が狭くてですね、あの人と交差する機会っていうのが非常に多い場所なんですね。事故が起こすやっぱ原因ってなるのはやっぱり人間の心にあるのかなと思うんですね。運転するときには、緊張感を持ってですね、で、事故に巻き込まれない運転、そういったことに心がけてもらいたいなと思います。中原平和公園で10月2日市民参加型のアートフェスティバル街中アート2021が開催されました。文化芸術活動によってたくさんの市民がつながる機会を作り、中原の新たな魅力にしていこうというこちらのイベント、コロナ禍で体験活動が不足している子どもたちに笑顔を届けるという目的もあります。よく晴れた公園に多くの家族が集まり、さまざまなワークショップに参加しました。楽しい？見て。楽しい。納豆みたいにべっちゃっていう感じだった。ベタベタ。まあ、何にもない骨組みだけだったんですけれども、ここに今日来てくれたお客さんにフィンガーペインティングを作っていただいて、でどんどんこう飾り付けをしていきます。三橋小杉元住吉のこういうところに文化的なシーンを作っていけるようなことができるといいなと思って、この、まあ、アートというのを基準にイベントをしています。こちらでは理想の街の姿を色鉛筆とペンで描いてオリジナルの缶バッジを作るワークショップが行われました。虹の絵。野外音楽堂では音楽演奏やダンスなどが行われ、元気なパフォーマンスが披露されました。たくさんの人が交流したアートフェスティバル、大人も子どももさまざまなアート体験を楽しみました。コミュニティカフェメサグランデで10月4日新庄町ゼミ英字新聞で小粋なエコバッグ作りが開かれました。店主が講師となり、プロならではのコツや知識を無料で教えてくれる町のゼミナール、町を元気にしていきたいと商店街の人の主導で行われているもので、今年で7回目を迎えました。期間中は参加店舗がものづくりや健康に関する情報などを発信しています。およそ30あるゼミのうちの一つ、このエコバッグ作りでは地元野菜の販売や障害のある人を支援する施設として活動しているコミュニティカフェメサグランデの前田さんが講師となり、
英字新聞を使ったおしゃれなエコバッグの作り方を教えました。この日は3人が参加、新聞紙を丸めてのり付けするなどし、およそ30分かけて素敵なエコバッグを完成させました。なんか思ったよりは簡単で楽しかったです。難しいかなと思ったんですけど、先生のいいご指導で、はい、無事完成できて大変嬉しいです。武蔵新城がエコバッグを持った人たちがいっぱいになれば嬉しいなって思ってます。これを機に知っていただいて、またもし足を運んでくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。トドロキアリーナで10月10日中原スポーツ祭りプレイベントが開かれました。中原区内で活動する地域団体が連携し、来年2月に初めて開催される中原スポーツ祭りを区民に知ってもらおうと行われたものです。今まで総ぐるみスポーツ大会というのをやってたんですけれども、チームの参加だったんです。もっと多くの人たちに参加してもらいたいということで、誰でもできるようなスポーツをお祭りとして実施しようということで準備しました。このスポーツ祭りということに参加するにあたって、幅広い、市民の方に接していただくスポーツということで、青少年指導員も、数少ないメンバーでありますが、楽しく応援できるように準備して今回参加させていただいております。 e スポーツなどこの日は3つのブースが用意され、ドローンを使った新感覚のスポーツ、ドローンサッカーが人気を集めていました。家でちょっとドローンがあったんで、前にちょっとやってみたんですよ。ドローンちょっとコツをつかめてきたんですよ。ドローンの円の中に入るのがちょっと難しかったです。若い人も年配の人もお子さんも参加、誰でもいつでも参加できるような、スポーツを揃えましたので、いつでも誰でも一緒に、スポーツやれると思いますので、ぜひご参加いただきたいと思います。皆さんはもうマイナンバーカードを作られましたか？中原区役所で申請すると、ご自宅にいながら郵送でマイナンバーカードを受け取ることができます。しかも今なら無料で申請用の顔写真を撮影いたします。期間限定ですのでお見逃しなく。マイナンバーカードを作っていただくと、本人確認書類や健康保険証としてお使いすることができます。またコンビニエンスストアのコピー機で住民票等をお取りすることができます。他には次のような場面で使うようになります。お写真はこのような雰囲気で撮影しております。申請したカードは2ヶ月程度でご自宅に郵送されます。まだお作りになっていない方は、無料撮影期間中にぜひお作りください。詳しくは中原区のホームページをご確認ください。中原区からのお知らせです。中原区ではご覧の期間で区政50周年記念のロゴマークを決めるための区民投票を行います。4つのロゴマーク案から1つを選び投票してください。投票方法など詳しくは中原区のホームページをご確認いただくか、中原区役所企画課までお問い合わせください。